さあ、それではエントリーナンバー3ご紹介しましょう。ラッシュの皆さんです。私たちは立命館大学アカペラサークルのソングジェネックスに所属しているラッシュです。レパートリーは洋楽、邦楽問わず体が自然と動くような楽曲をアカペラアレンジにして歌っています。大学4回生から2回生までの幅広い年代で構成されているグループで楽しく活動しています。今まで滋賀のみで活動していましたが、アカペリンピックを皮切りに県外へ出ていこうと思っています。他府県の方々とアカペラを通して交流できることをメンバー一同楽しみにしています、というメッセージをいただきました。ラッシュの皆さん、どうぞスタンバイよろしくお願いいたします。準備ができましたら合図いただけますでしょうか。はい、よろしいでしょうか。それではエントリーナンバー3、ラッシュの皆さん、曲は Don't Turn My Love Away。
大学生の方ですけども、県外のイベントステージに立ったということですから、それについて感想を一言いただいてよろしいでしょうか。はい、車で来たんですけど、ちょっと遠い道のりだったんですが、一番最初に県外で歌えるのがここで本当に良かったなって6人でさっき話してました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、せっかくなんでなんかバンドのいいところを一つお聞きしたいなと思います。めっちゃ普通ですけど、ごめんなさい、ちょっと気が緩むんだっていうか緊張がほぐれてちょっとホッとしてます。そうですね、2回生から4回生までの6人なんですけど、もう年齢問わず仲良しっていうところがすいません、よくわかりました。仲良しですね。はい、最後じゃあ会場の皆さんにメッセージをお願いします。アカペリンピックがね9回目ということで、まあ、今後ずっと続いてほしいなと思います。こうやって歌の力で僕たちまず6人一緒にこうやって活動できますし、こうやって皆さんとも出会えたので、今後こうやってアカペリンピック応援していってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、